皆さんおはようございます,います出席議員半数以上でありますこれより次日程第3号により本日の会議を開きます日程1位姿勢いっぱい質問について11月30日に引き続き姿勢いっぱい質問を行います19番長尾春文議員 おはようございます。公明党、長尾晴美でございます。通告に従い、質問をさせていただきます。市長並びに、理事者の明快な答弁を期待します。1、市長の政治姿勢、かっこ1、海洋技術産業振興の推進において、海洋再生エネルギー産業の本市の位置づけについて質問します。長崎市の強みを生かした産業とは、 世界遺産にも象徴される造船業を中心とした海洋構造物製造業製造産業ではないでしょうか今年日本政府はエネルギー政策の中で再生可能エネルギーを主電源とする決定をしましたまた全国では付帯風力発電の設置が進み五島市においても国の実証実験を踏まえ新たに民間企業が 9基の設置計画をし建設が進んでいますこの事業において風力発電本体を長崎市の製造業が受注したと聞を呼んでいますこのように海洋再生エネルギー産業は新しい海洋構造物を手掛ける製造業会場で行う専門性の高い維持管理業インテリジェンス養殖を支える先進のロボット製造業 その養殖実現による新しい漁業振興、海洋調査に必要な最先端の調査技術を有する潜水業、専門技術を取得する人材育成、先進都市としての海洋技術交流による国際会議の誘致実現など、さまざまな分野への波及効果が見込まれます。私はこのの海洋再生エネルギー産業を長崎市の 最重要産業として位置づけ、産業振興の先頭に立って支援を行うべきと考えますが、見解をお聞かせください。括弧に宿泊税の早期導入。私は宿泊税について、過去2度一般質問を行い、本年平成30年6月の同僚議員の質問に対し、宿泊税の課税を行うことは適当であり、受益者たる観光客が、 納税は、観光客や住民の理解も得られやすいのではないかとの結論に至ったと、町内の合意について答弁がなされています。本年6月、長崎市交流拠点施設であるマイス施設建設が決定され、インバウンドだけでなく、ビジネス観光客誘致においても、民間の知見を活用した長崎版 DMO 推進の 加速が求められており、人材確保も含めた、その事業の財源の明確化が喫緊の課題と考えます。私はその財源は、受益者負担の観点から、宿泊税が妥当と考えます。例えば、平成33年11月、交流拠点施設供用開始を考えたとき、このような重要な施策に合わせ、スケジュール感を持った取り組みが重要と考えますが、 市の見解をお聞かせください。また、これを検討する第三者の有識者会議,者会議はいつ開かれたのか、開かれてなければいつ開く予定なのか、現在の本市における宿泊税収入見積もり資産もお聞かせください。カッさん、公共施設の維持管理、野茂診療所の維持管理の適切性について質問します。 施設を調査した結果、海面シャッターの開閉不能や、厨房湯沸か式の腐食、警報システムの老朽化など、様々な維持管理の問題が見受けられます。なぜこのように維持管理が適切になされていないのか、原因は何なのかお聞かせください。また、問題解決のため、今後どのように取り組むのかお聞かせください。二、防災行政、確保一、 本州における地震災害の危険性の啓発と、発災時の市民周知、本年6月の大阪北部地震、9月6日に起こった北海道胆振東部地震、また2016年4月の熊本大地震など、これまであまり想定されていなかった地域で、想定外の大きな被害が発生しました。現在も本州全体を襲う恐れのある 南海トラフ地震の対策は予測される各自治体が取り組んでいます災害対策の根本は事前の準備であるという観点から現在起こりうる災害予測を知り対策を立てることは大変重要と考えますそこでお聞きします本市における予想される地震災害の危険性とその情報をどのように市民に啓発しているのか 市の見解をお聞かせください発災時の市民周知について、見える防災ラジオの取り組み状況をお尋ねします。平成29年6月、私の一般質問で、聴覚障害者のための防災情報周知対策について、市長はできるだけ早い時期に、さまざまな方策を講じていきたいと答弁がありました。答弁から1年半が経ち どのような方策が講じられたのかお聞かせください。1級、2級合わせて約590人いる重度聴覚障害者の方々には、ぜひ見える防災ラジオを設置すべきと考えますが、市の見解をお聞かせください。括弧2、拠点避難所の取り組み状況については、自席より質問します。3、文化観光行政。 マイス産業振興の推進、交流拠点施設のマイス施設整備は、人口減少により年々減少傾向にある国内旅行のレジャー観光や修学旅行に対し、ビジネス観光として宿泊を伴う新しい団体旅行を創出し、国内だけでなく、海外の良質なビジネス観光客を誘致することができます。 すでにこの分野において国内で先行して取り組み大きな実績を積み上げてきた沖縄市、福岡市、横浜市、京都市、札幌市など国内の競合するマイス観光都市に本市もやっと追いつく短所を開くことができます。この施設に隣接して民間で建設される長崎市初のアッパーホテルヒルトン長崎の建設が10月に 決定されました語学を学ぶ若者の世界標準の雇用の場が創出されることは大変嬉しく思います他にも市内で新しいホテルの建設がすでに3件決定されまた別の全国チェーンのホテル事業者は必要な土地が見つかりさえすればぜひ長崎市に参入したいとの意向を聞き読んでおり事実として ささらなる新ししいい若者のの雇用の場が着々とと創出されようとしていますこのような中、本市のマイス産業振興の推進で最も重要なことは10年後のマイス産業の未来を担う学生や社会人などの人材育成ではないかと考えます現在、長崎市版 DMO の中で長崎 DMO 学生チームの蘇生に取り組んでいます。 インターンシップ化を見据えながら、大学生を公募し、商工会や青年会などが構成員である観光まちづくりに参画してもらう計画ですた。例えば、核兵器廃絶を目指し、レクナを創,出創設したように、マイス産業の研究・人材育成機関を立ち上げ、世界最新の知見を集め、研究する場所をつくる。 また、インターンシップなどを活用し、市内の国公立私立大学と提携し、大学生らが語学を学びながら、長崎のマイス施設で働き、最新のマイス観光を学べる仕組みを創設する、観光業だけでなく、教育産業も巻き込んで、マイス国際観光研究都市をつくり、産業振興、若者の定住人口の拡大を目指すべきではないかと考えます。 市の見解をお聞かせくださいかっこに八島・軍艦島の災害対策についてですが10月6日の台風25号の影響によりこれまでにない相当な被害を受け観光客が上陸できない状況が続いています私たち公明党長崎市議団としても少しでも有利な国からの支援を受けられないかと被災状況を我が党の 秋の参議院議員に相談し、文化庁と調整をいただき、11月8日、市長も共に要望できたことは大変嬉しく思います。しかし、今回の台風被害からの復旧ですが、想定外の被害であったとしても、時間がかかりすぎているのではないでしょうか。軍艦島上陸を楽しみにに来られた観光客の皆様には、 本当ににに残念ななな思いいをおかけすることととり事業者っってては死活問題になっています現在の市の復旧への対応状況進捗状況については先日同僚議員の質問により一定の答弁がなされましたので私からは大規模な今回の災害を踏まえこれからも予測される端島災害の速やかな復旧のため財源の確保も見据え どのような対策を考えているのか、見解をお示しください。四、平和行政について、括弧一、平和公園周辺の風対策の進捗について、昨年、平成二十九年十一月、私の一般質問に対し、中央総合事務所長は、改めまして、関係部局や平和団体とともに、平和公園などで活動されている 平壌内人の皆様にご意見をお聞きしながら、雨天対雨天時対策の必要性について検討してまいりたいと答弁をされております。その後の取り組み状況をお示しください。括弧に県人会議の効果について、我が公明党会派は2017年9月、2017年12月、2018年6月、2018年9月と一貫して 外務省主催の県人会議の被爆地開催を訴えてまいりました。今回、11月14日、15日に、第3回県人会議が長崎市で無事故大成功で開催されたことを大変嬉しく思います。そこでお尋ねします。今回の県人会議の被爆地長崎市での開催の意義、どのような効果や反響があったのか、 市の見解をお尋ねします。5、動物愛護行政について、町猫不妊化事業の推進についてお尋ねします。5年間の実績と効果、申し込み数など、市民の反応と今後の課題についてお聞かせください。猫の殺処分数が減少したとはいえ、いまだ長崎市はその殺処分数が中核都市ワースト1位です。 さらに5年間継続して取り組むべきと考えるが、今回、今後の取り組みについてお聞かせください。以上。 長おはようございます公明党長尾春文議員の質問にお答えしますまず一点目の市長の政治姿勢についての括弧 1. 海洋技術産業振興の推進についてお答えします海洋再生エネルギー産業については 新たな成長産業として期待をされており長崎海洋産業クラスター形成推進協議会を中心に海洋再生エネルギー産業の集積に向けた取り組みが進められています海洋再生エネルギーの本格的な普及については技術的な課題やさらなるコストの低減といった解決すべき課題はあるものの国においては海域の利用促進に関する法律の整備を進めるなど 本格的な普及に向けた動きが始まっており今後メンテナンスをはじめ海域調査や海洋土木など地場企業が参入できる市場が生まれつつあります海洋再生エネルギー産業については本市の基幹産業である造船業で培ってきた技術を転用できることから長崎市としても成長分野として特に期待ができる重要産業の一つとして位置づけています 長崎海洋産業クラスター形成推進協議会に対する支援については入居している D フラッグの賃料補助を行っておりますが海洋再生エネルギー分野へ参入,する参入を図る地場企業への支援としてこの分野に進出する際に必要とされる可能性調査および人材育成に対する支援を行ってきており昨年度までに11件の取り組みを支援してきました。 今年度からは特に海洋再生エネルギー分野へ進出する際の可能性調査については補助限度額を引き上げるなど支援内容を拡充しており海洋構造物の耐久性向上の研究に対する支援も行っています海洋フィールドには製造業だけではなく流通業水産業レジャー産業はもとより資源エネルギーなど多様な産業があり 総合に連携することによって、複合的な産業の場となり、また研究の場となっていく可能性を秘めています。ご質問の海洋再生エネルギー産業を含む複合的な海洋産業の振興について、産、学、官のみならず、金融機関も巻き込みながら長崎市何ができる、長崎市として何ができるのか、しっかり見極めていきたいというふうに考えております。次に4点目の 平和にににつついいててのの会議成果お答えします各軍縮の在り方をめぐり核保有国や核兵器禁止条約推進国などが対立する中日本政府が両者の橋渡し役を果たすための方策を探ることを目的に設置された各軍縮の実質的な進展のための賢人会議の第3回会合が昨年度の広島東京に続いて 今年11月14日,15日,の両日・日日、の両長崎で開催されました会合に先立ち白石隆、志座長をはじめ15人の賢人会議の委員が平和記念像の前での喧嘩原爆資料館の視察被爆者の体験講話によって被爆の実相に触れまた城山小学校の訪問では委員と児童の交流や被爆校舎の視察を通して 平和の大切さをより深く理解ししていたただきましたさらに市民社会との意見交換では核抑止や核兵器禁止条約をめぐり委員と NGO 団体被爆者や高校生らにより活発な意見交換が行われ核兵器禁止条約への参加を求める被爆地の思いを直接委員に伝える機会となりました。このの直後、委員からの要望で急遽 原爆落下中心地の訪問が追加されたことからも被爆地の思いが伝わっていると実感をしたところです。県人会議の翌日16日から18日にかけては第6回核兵器廃絶地球市民集会長崎が開催されましたが県人会議の委員4名にパネリストとして参加していただき県人会議と地球市民集会それぞれの会議の参加者同士の交流や 集会における議論の活発化へとつながりました県人会議終了後の記者会見で白石座長から各軍縮の在り方については安全保障上の観点と人道上の観点で委員間で立場や見解が異なり橋渡し役の方策を見出すまでには至らなかったが考え方の違うメンバーが敵対せず尊敬しながら議論をし 長崎を最後の被爆地にするという意見は完全に一致したという趣旨の見解が示され被爆地長崎での開催は大変意義があったものと考えています今後来年開催予定の核不拡散条約 NPT 再検討会議第3回準備委員会に向けて意見を取りまとめるなど議論は継続されるということですので次の第4回賢人会議ではさらに議論を深め 核保有国や核兵器禁止条約推進国などの対立を超えて、核兵器の廃絶につながる提言がなされることを期待しています。以上本段からの答弁といたします理財部長 ご質問の1点目市長の政治姿勢についての確固に宿泊税の早期導入についてお答えいたします長崎市の歳入は市税などの自主財源が少ない中少子高齢化や人口減少などにより市税収入は減少傾向で推移するものと見込まれることから自主財源のさらなる確保が必要と考えていますこのようなことから昨年度宿泊税の導入の可能性について検討を行い観光客の受け入れ環境整備のため 受益者たる観光客が納税義務者となる宿泊税は観光客や住民の理解も得られやすいのではないかとの結論に至ったところです宿泊税の導入にあたって先行自治体は経済学などの学士経験者や宿泊事業者・観光事業者などの意見を踏まえた検討がなされ長崎市においてもこのような方々からご意見をいただく必要があると考えており観光業界のご理解を得た上で平成31年度中には 有識者による会議で検討を始めたいと考えております宿泊税の新設は、導入に係る検討、条例制定の議決を経て地方税法の規定による総務大臣の同意が必要となります先行自治体は、宿泊制度の周知、事業者への説明会まで含めて検討から宿泊税導入までに2年程度を要しており長崎市においても同程度の期間は必要と考えております宿泊税を導入した場合の税収は 課税対象者、税率、免税点などによって異なりますが、長崎市の平成29年の宿泊者約260万人から、本年10月に宿泊税を導入した京都市の宿泊料金2万円未満の税率と同様に、1人1泊当たりの税率を200円、修学旅行で宿泊する生徒を課税免除とした場合、約5億円の税収となります。なお、宿泊税は宿泊事業者が特別徴収義務者になることから、 新たな事務やシステム改修費などの負担をお願いすることになりますので、先行自治体はその経費の一部を特別徴収交付金として補助する制度を設けているところです。宿泊税導入の検討に当たりましては、観光業界の理解を得ながら協議を重ね、宿泊税の導入に向けて取り組んでまいります。以上でごございいます市市民健康部長長質問ののの点目市長の政治姿勢についての 公共施設の維持管理についいてお答えいたします。野間崎診療所は平成14年4月に 65, 層の65床の入院機能を有する旧野間崎町立病院として現在地に移転開院いたしましたが入院,機能入院機能の利用の実態がほとんどなくなってきていたことなどから平成25年4月に無償の診療所といたしました診療所の縮小に伴い空きスペースとなりました建物の1階の一部および 2階、3階の全部につきましては、高齢化が進展する野間崎地区住民の強い要望を踏まえ、改修工事を行い、入所および通所の複合機能を有する介護福祉施設として、平成27年9月から社会福祉法人に貸し付けているところでございます。診療所の建物の貸し付け部分の維持管理につきましては、社会福祉法人に貸し付ける際に締結いたしました、 建物賃貸借契約に基づき、建物の区体及び付属設備については、長崎市において維持保全等を行っており、空調設備や外壁の改修など大規模な工事につきましては、有利な財源の確保に努めながら計画的に実施しているところでございます。また、建物の維持管理上、必要な修理等につきましても、当契約に基づき、長崎市において実施すべきものについては、緊急性、 優先度などを勘案しながら対応しているところでございます。今後とも社会福祉法人と協議を行いながら適切な建物の維持管理に努めてまいります。え次に、ご質問の5点目、動物愛護行政についてお答えいたしますえ。長崎市は野良猫が多い町と言われており、動物管理センターには、糞尿による被害の相談や、餌やり行為に対する苦情など、野良猫に関する相談が、 数多く寄せられておりますまた、猫の殺処分数が中核市の中で最も高い、最も多い状況が続いていることから、平成26年度から、猫の殺処分数の減少と生活環境被害の軽減を図るために、野良猫の不妊化手術費用を助成する、町猫不妊化推進事業に取り組んでおります。このの事業に対する申ししし込みの状況といたしましては 初年,度初年度である平成26年度は150頭、平成27年度以降は250頭の募集に対し、個人だけではなく自治,自治会単位での申し込みもなされていることから、毎年約1000頭分の申し込みがあり、不妊科手術への助成に対する需要は高いものと認識いたしております。事業の実績につきましては、平成26年度が159頭、27年度が245頭、 28年度は245頭、平成29年度が240頭の合計889頭の不妊化手術を実施しており、5年目である今年度も250頭の不妊化手術を予定いたしております、事業の効果でございますが、平成25年度の殺処分数1921頭を、5年後の平成30年度までに900頭まで半減させるとの当初目標を掲げておりました。 平成29年度は1001等まで減少しており、事業の成果は上がってきているものと考えております。また、今年度は昨年度を下回る等数で推移していることから、当初の目標である900等を達成できるものと考えております。今後の取り組みにつきましては、本事業の実績と効果を踏まえ、関係団体と協議を行い、殺処分数0を目指して事業を継続して、してまいりたいと考えております。以上でございます。 危機管理官ご質問の2点目、防災行政についての括弧1、本市における地震災害の危険性の啓発と発災時の市民周知についてお答えいたします。近年、東日本大震災や熊本地震などの大規模地震が発生しておりますが、今年6月にもマグニチュード6.1、最大震度6弱を観測した大阪府での地震、さらに9月には、 マグニチュード6.7、最大震度7を観測し多数の土砂災害や大規模停電、いわゆるブラックアウトが発生した北海道、伊ふり東部地震など今後もどこで大規模な地震が発生するかわからない状況となっておりますこのような中、長崎市における地震予測につきましては平成18年3月に策定された長崎県地震等防災アセスメント調査報告書によりますと 長崎市に最も影響を及ぼす地震は、雲仙地高南縁東部断層帯と西部断層帯が連動して発生する地震で、橘湾を中心に最大震度6強が想定されています。長崎市においても、熊本地震の際には最大震度4を観測しており、今後も南海トラフ巨大地震による影響や、連合型地震など大規模地震発生の可能性も否定できません。 しいまして防災講話や地域防災マップ作りなどの機会を捉え地震の発生もゼロではないこと断層群の存在地震にとるべき避難行動家具の転倒防止や家庭内備蓄など地震対策について周知してまいりましたしかしながら長崎市の災害史あるいは災害特性を考えますと一般的に台風や土砂災害などの風水害が重視される傾向があります このため地震想定として海岸沿いでの浸水山間部での崩落市街地での倒壊家屋など地勢の状況に応じた被害などが分かりやすく理解できるよう防災講和の資料を見直すとともに引き続きさまざまな機会を捉えてその周知と防災意識の啓発を図ってまいりたいと考えておりますまた聴覚に障害のある方への見える防災ラジオの導入についてでございますが 現在進めている防災行政無線のデジタル化更新整備に伴い、防災行政無線の放送内容が文字で表示される機能を搭載したラジオ付き個別受信機を導入するよう計画を進めております。いずれにいたしましても、市民の防災意識の向上と確実な情報伝達は、防災減災にとって必要不可欠な要素ですので、調査研究を重ねながら引き続き取り組んでまいります。以上でございます。 文化観光部政策官ご質問の3、文化観光行政について1、マイス産業振興の推進についてお答えいたしますマイス産業は、学会、大会などの開催を通じた主催者、出展者による機材レンタルや広告印刷など直接的な経費の支出に加え開催期間中に 参加者による宿泊や飲食、観光の消費が生まれるなど、裾野が広く、地域に大きな経済効果をもたらします。この効果を高めるためには、毎週の開催に伴い生じる多様な業務を、市内事業者の受注につなげ、域内で経済を循環させていく必要があり、事業者や大学などと連携し、毎週産業における人材育成を図っていくことが重要であると考えております。 現在、事業者を対象とした人材育成の取り組みとしましては市内106の事業者団体が加盟する長崎マイス事業者ネットワークにおいて国際観光コンベンションフォーラムの誘致や企画運営や日本有数のミーティングプランナーによるセミナーを開催するなど質の高いものやサービスを提供できるようスキルアップに取り組んでいるところでございます。 学生を対象とした人材育成の取り組みとしましては、大学などの教育機関と、マイス事業者、ホテル事業者、及び長崎マイス事業者ネットワークの事業者などが連携し、インターシップを実施することで、マイス開催時の市民サポート育成のみならず、地元の雇用促進につな、えー、雇用促進に貢献することが期待されます。また、ゼミのテーマとして、 マイスに関する業務や、マイスが地域経済にもたらす経済効果などを研究することについて、長崎大学経済学部の先生と協議を進めているところでございます。今後とも、マイス産業の研究や人材育成につきましては、長崎マイス事業所ネットワークの取り組みを強化するとともに、地元の大学などの教育機関や民間事業者と連携し、 学生や社会人の人材育成を推進することで、毎日産業の振興と雇用の増加、ひいては定住人口の拡大につなげてまいります。以上でございます。文化観光部長。ご質問の3点目、文化観光行政についての括弧に、はしの災害対策についてお答えいたします。台風25号によるはし見学施設の災害につきましては、 ドルフィン桟橋のコンクリート剥離をはじめ桟橋と船の緩衝材となる暴言材の奥が破損するなど平成21年の供与開始以来最大の被害となっておりますしたがいまして今回の災害復旧には多額の予算を要することからその財源としてドルフィン桟橋などについては国土交通省の補助制度さらに橋間内の施設につきましては今回文化庁において 有利な補助制度を適用していただくことで調整を行っております。次に、今後の災害復旧への対応といたしましては、これまでも台風による施設損壊の経験に基づき、資材を調達するなど事前準備をしておりましたが、今回の台風では想定を超える被害が発生し、対応に時間を要した面もありましたので、今回の件を教訓といたしまして、甚大な被害にも対応しうるよう、 資材などの事前準備を行うとともに、関係機関等ともさらなる連携を図り、施設を早期に復旧できるような体制づくりに努めてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、天候が不安定な冬場ではございますが、今まで同様、観光客の皆様が軍艦島上陸を楽しめるよう、一刻も早い上陸開始に向けて全力を尽くしてまいります。以上でございます。中央総合事務所長、 ご質問の4点目、平和行政についての括弧一）平和公園の雨天時対策の進捗についてお答えいたします。平和公園の雨天時対策につきましては、屋根のある施設の必要性などについて、平和案内人や長崎サルクガイドの皆様を対象として、今年2月から3月にかけてアンケートを実施いたしました。アンケート結果では、屋根のある施設の必要性について、必要が41%、どちらかといえば必要が32%、 合計73となっており設置を希望する意見が多い状況となっております。なお、設置する場合は、景観に支障とならないようにすべきとの意見が共通してあっております。現在、このアンケート結果を踏まえて、構造上や景観上の課題などについて、関係家と協議を行いながら、候補地の選定を進めているところでございます。今後は平和公園とという場所の特殊性もあることから 候補地の検討案を関係者の方庭お示しし意見を聞きしながら慎重かつ速やかに判断したいと考えております。以上でございます。19番長尾春海議員、と一定の答弁をありがとうございます。議論を深めるために再質問をさせていただきます。まず市長の政治姿勢の確保一の海洋技術産業の振興の推進においてですけれども。 私の答弁の中で、インテリジェンス養殖という言葉があったと思うんですが、これはあの、まあ、長崎の海洋クラスターの協議会の方で書かれている、まあ、絵ではございますけれども、付帯風力発電にです、ね、この沈降不沈式っていうんでしょうか、いけすがあの、まあ、このようにあの波があるときは下に沈んで,であの、安定して養殖が行えるような、 その電源などをすべてこの再生可能エネルギーでですね、行っていく、そのようなあの仕組みであります、まだ当然、これはの予想図といいますか、こういったものも予想されるのではないかということで考えられているものなんですけれども、こういったことは、例えば長崎市のどこに行っても魚が取れないよというあのご相談を受ける中で,で、新しい長崎市の漁業の振興にですね、 するのではないかと思っている次第であります。今回、市長にぜひお尋ねしたいといいますか、訴えたいことはですね、まあ、先日の同僚議員の質問もありましたけれども、この海洋を複合したです、ね、産業はですね、大変可能性に満ちているのではないかと思います。まだこれからだと思うんですが、例えば、この海洋技術産業の育成を長崎市の産業振興のですね、 大きな柱に据えて、新しい若者の雇用を生み出す振興、えー、として目指すべきではないかと、でまあ、今後、調査研究をです、ねえーまあ、自治体としてもぜひ行っていただきたいんですが、例えば市,場市長ですね自ら、他都市のです、ね、先進事例をです、ね、例えば施設視察を行ったりしてです、ね、やはりあのマイスもそうなんですが、自治体として、えー、方向性をですね、 明確にこうメッセージを示すことが、え民間に対してです、ねあのまあえー、その反応といいますか、経済活性化をです、ねえー、促していくのではないかと思っておりまして、そういうあの積極的な取り組みを、えー、ぜひお願いしたいと思いますが、よろしければご意見をお聞かせください商工部長。 再質問にお答えいたします。海洋再生エネルギーにつきましては可能性を持つ一つの産業であるというふうに考えております。議員がおっしゃられましたその養殖関係につきましてもですね、まあ、大規模なものは直ちにはできないといたしましても、今あの信頼事業者の中でですね、再生あのインテリジェンス養殖の研究をしてみたいというようなお声も聞き及んでおるところでございます。こういったところはですねあの今後もまた事業者の方とのつあのつめをすることによってですね何らかの支援ができ できないいかととうことは考えておりますまた再生可能エネルギーにつきましてもです、ね、現在、まだ私どもの方で先進視察等はできておりませんが、まあ、機会がありましたらです、ね、そういったところも見ることによってです、ね事業に、事業化についての可能性については進め、研究してまいりたいというふうに考えておりまますす以上でございます19番、長尾遥文議員、ぜひです、ね、未来につながる産業振興に努めていただきたいと思います。 えー、純不動になりますけれども、えー、公共施設の維持管理の、の、まあ、野毛診療所の維持管理の適切性について質問をします。 あのまあ、私の本段の質問ではです、ね、少しそのよく分かりづらかったと思うんですが、まあ、これ、野茂診療所の厨房の湯沸かし器の、あのなんて言いますか、バルブ,バルブですかね、バ,ブル,バルブのこれ様子なんですけれども、分かりますこういうふうにあの、まあ、朽ち果てています。一つつだけではなくて、えっとまあ、いくていもこう多分 給水管かなんか通ってると思うんですが、そのバルブがですね、ほとんどもう残ってない状態なんですね、でなんでこんなことになってるのかが私、分からないんです、まあ、あの先ほど答弁では、まあ、計画的なです、ねまあ、修繕等がなされてるという答弁がありましたけれども、これを見る限りはですね、そうなってないんじゃないかと思うんですが、まず、 お聞きしたいのは所管部局ですね。この状況をどのように把握しているのか、またこれをどう思っているのかお聞かせください。市民健康部長、えー、再質問にお答えいたします。野茂崎診療所のま貸付部分の維持管理でございますが。 えー、もちろんあの、法人の方と協議を行いながら、優先度、えー、そして緊急度等に基づきです、ねあの、行っているところでございます。えー、この,あの給湯器につきましてはもあの、私もご承知しておりまして、えー、まず給湯器の本体自体の、えー 改修をですね行って、確か平成29年度だったと思いますが、行わせていただいたところでございます。で、今の開館部分と、このバブル部分あの、バルブの部分でございますが、えー、業者にはあのまだあのそこまでのです、ね、緊急性はないということで、えー、その時にはまだ改修しておりませんが、今後もあのそ,れそれぞれの必要性に応じ、適時改修はしていきたいと考えております。以上でございます。19番、長尾議員。 全庁的に維持管理を推進している財産活用課ですかね。まあその部局の方がいらっしゃればこの状況をどのように考えるかお聞かせください。理財部長、再質問にお答えします。あの長崎市ではですね、今指定あの委託に関しましては所管部局で対応している部分と、あと指定管理者制度や PFI 等を導入してです。 民間事業者が有するノウハウを活用して維持管理を行っている部分もあります。こういった部分で、普通財産の部分、まあ、行政財産、普通財産の部分をです、ね、どのようにしたら維持管理をしていくという部分は、なかなかその委託をするにしても、どのような頻度とか内容の部分があると思いますので、その部分はです、ね、全体的にちょっと分析をさせていただきたいと思っています。番長尾春美議員、はい、あの根本的にあの市と まあこれ私がこれおかしいと思ってるんですが、考え方が違うと思う点は、維持管理の基準の,その判断基準、適切性がですね違うのではないかなと、あのまあ例えば個人の家でしたら、20万、30万、これ、修理がかかると聞きましたけれども、確かにまあどうしようかなと、ちょっと手袋を使って、回せるところは回せるのかなとか、考える。 私もね、そう思うかもしれないですけど、やっぱりこれは業務としてその維持管理をしていくべきですから、誰もがまあ例えば安全にというか、適切にこう使える状態にすることが重要じゃないかと思うわけです。長年こう積み上げてきたこう長崎市のです、ね、職員の方のまあ独自というか、判断によるそのその維持管理の判断基準がですね、あのまあ現代に至っては、 ちょっと合ってないのではないかと思うわけですね。で、私、公明党会派ではです、ね、民間の維持管理の専門的知見をです、ね、活用して、適切な維持管理をすると、施設などの長寿命化を図り、予防的管理も取り入れて、業務の継続性ですね、急に壊れたってなったら、またはそこから業者を呼び、まあ 設計をさせて、まあ、入札をしなければ入札するとか、とにかく何,何が起こると手間がかかると思うわけです、それは結果的には、職員の皆さんの,そのスムーズなあの業務をですね、あの阻害する要因にもあのなってると思うわけです、その意味でですね、えー、包括的維持管理のですね、民間委託というのを導入をあの私たち訴えてきたわけですけれども、 この件について、再度お尋ねします理財部長。民間の専門的知識を活用した包括的な民間委託ということでございますけれども、あの今の現在もです、ね、例えば PFI 事業とか、指定管理者とか、そういった部分で民間事業者を活用したです、ね、委託というのがあるんですけれども、今、長尾議員がご指摘の部分なんですが。 これ民間のやはり民法上というか、司法上のやつで包括的な民間委託をやる部分だと思っています、今、他都市においても、えー、いろんなところで事例が出てきておりますけれども、私どももです、ね、そういった部分の民間の専門的な部分は確かに有効な部分があるとございますけれども、先ほどもごあの申し上げましたように、修繕のです、ね、どういった部分の頻度がどのくらいあるのか、そういった部分もやはり分析をしなきゃいけない部分とかです、ね、あと包括的になってきましたら、や他業種の部分を どうやってまとめてやっていくのかとか、そういうのが発注がどういった可能性になるとか、やっぱりそういった部分が課題点がまだあるかと思いますので、そういったものをさらにならですね。分析をさせていただきたいと思っております。以上でございます。19番長尾育美議員ぜひですね。あのま分析調査研究をしていただいて、まあの最適なというか少しでもいい職場環境、また市民の方が安心して使える施設にしていただきたいと思う次第であります。 えー、各平和行政の県人会議の効果についてです、ね、少し議論を深めさせていただきたいと思います。今回、第3回県人会議が終了して、あの先ほどあの答弁でもありましたけれども、白石隆座長が記者会見で,です、ね、違う考えのメンバーが敵対せずに、尊敬しながら議論ができた、これ,がこれは非常に重要だと。 語ら,れて語られております改めてです、ね、被爆地、長崎で話し合うというこの意義、重要性がです、ね、認識されたのではないでしょうか、今後対立する国が冷静に話し合える協議の場をです、ね、提供する、これがです、ね、長崎市のです、ね、使命に本当になってくるのではないかなと感じた次第であります。ところであの 少し主張にお尋ねしたいんですけれども、長崎市は2021年の11月教養開始を目指して、国際会議ができる世界標準の満室施設を建設しようとしておりますけれども、ここを運営する会社は、外務省から委託を受け、東爺湖サミットなど、世界レベルの会議のマネジメントを行った実績のある会社と聞いています。 まあ、毎施設はどうしても経済効果のことばかり話題になっておりますけれども、それと同時にです、ね、平和推進というもう一つの重要な役割がです、ね、あると私は考えます。今後、世界レベルの平,世界平和会議や軍縮会議など、開催できる環境がです、ね、長崎市にやっと整うのではないかと考えますが、市長の見解をお聞かせください。 原爆被爆対策部長。え、再質問にお答えいたします。今、平和関係の国際会議の誘致ということでありました。再質問にお答えいたします。ただいま、平和関係の国際会、会議の誘致を考えてはどうかというご質問だと思いますけれども。まあ、今言われましたように、えー、長崎市では。えー、こ。<coughs> 今後、交流拠点施設のですね設置が今、予定はされておりますので、広島でも一昨年、G8 サミットが開かれたということもございます、NPT 等はこれまで国連での開催しか実績がございませんが、長崎被爆地長崎で国際会議が開かれると。 平和の国際会議が開かれるということは、非常に意義があると考えておりますので、今後です、ね、その外務省、それから関係機関と協議をしながらです、ね、可能性のあるものについて、働きかけをしてまいりたいと考えております、以上でございます。19番長尾春文議員、ま、マイスのの、ね、建設は平和、えー、推進のです、ね、重要な役割を今後 になってていくと私も考えおおりますおそらく、2020年の NPT 再検討会議は、この様子でありますと、核保有国と非核保有国でですね、核禁止条約をめぐり、深刻な対立が予想されています。例えば、さらにその先、2025年の NPT 再検討会議をですね、見据えて、その前に開かれる準備委員会など、 えー、こういったものが長崎市で開くことができないか冷静な協議ができる場の提供が核兵器の恐ろしい被害の実相を世界中で一番唯一ですね誰にでも体感させることができる被爆地の使命と考えます県や国に要望しながら市長が例えば参加される国連などの協議の場で平和や軍縮の国際会議誘致を 積極的に提案すべきではないかと考えますが、市長の見解をお聞かせください。市長、長尾議員の再質問にお答えいたします。今後そのマイス施設の完成を見ながら。 そういった会議を誘致していくということは非常にあの重要なことであると思います。特にその中でも長崎市の特性を発揮していくという意味では、平和に関する会議というのはあの非常に可能性があると思いますし、またあのそこを通じて長崎が 世界の平和にに貢献していいいいくととううう意意味味でも非常に大きな意味があると思いますこういう平和の側面、それから医学の側面もそうですけれども、こういった会議が開かれることで、長崎の町自体がこうやって貢献していくという、そういう、その中で子どもたちが育って、そして自分たちの町にまた誇りを持って、またそういった動きに参加をしていくと、そういった流れを将来につなげていくためにも、平和、特に今おっしゃられた平和の側面での国際会議などの誘致には積極的に取り組んで ていきたいというふうに思っております。以上です。19番長尾春美議員、ぜひ、えー、お願いしたいと思う次第であります。えー、動物愛護行政について、えー、お尋ねします。あの不妊拘、えー、勢の事業継続と合わせ、えー、市民の皆さんにですね、猫の飼い方ですね。この新しいマナー、まあ長崎市民にとってはもしかしたら新しいマナーになるかもしれませんが、全国でま標準のですね。 マナーの周知がですね。私は重要だったと考えています。不妊去勢をするということ室内飼いをするということで、ワクチンを接種するというこの3点であります。ま、特に室内飼いはですね。長崎市の文化としてはまだまだ難しいかもしれませんが、まこういったマナーの市民周知の取り組みに行政と市民が一緒になって取り組む。動物愛護ボランティア制度を。 一貫して私は訴えてまいりました。えーまあ、当然、町猫不妊化事業で,です、ね、まあ、猫を捕まえたりとか、その先に行くおじいちゃんおばあちゃんのお話を聞いたりとか、そういったこともあると思います。福山市では、土日限定で、血のび後の猫の預かりをです、ねえー、市民ボランティアを募って活動をしていました。また学校の教育に 動物愛護の観点から、猫の殺処分の現状を伝える、命の授業という講演活動も行っていました。市民と共同しながら、できることから動物愛護の授業に取り組むことが、まあ、動物愛護、もしくは環境美化の意識をです、ね、市民に育むことにつながると考えますが、市の見解をお聞かせください。市民健康部長 再質問にお答えいたします、えー。動物行政につきましては、今議員をお,おっしゃられた通り、まあ、動物の管理からまあ、軸足へあ愛護へ軸足を移しつつあると考えております。まあ、長崎市におきましても、動物愛護に関する活動を強化していく必要があると考えております。まあ、その一環といたしまして、えー、獣医師の方ですとかまあ、動物愛護のボランティアのいった方々、その方々たちとの意見交換をまあ、行いまして、連携のあり,あり方についても。 意見をいただき、どのような愛護を進めていくか、今後、検討していきたいと考えております、以上でございます19番、長尾は美み議員あの。この猫のことに関してはです、ね、あのまあ、地味なことではありますけれども、本当に町の隅々まであの問題、課題となっていることでありますので、どうか積極的にです、ね、取り組みをお願いしたいと思う次第であります。 過去にの拠点避難所の取り組み状況であります。まこれまでも同僚議員がさまざまな観点でま質問をされておりますが、現在のですねま取り組み状況についてま簡単にお答えください。危機管理官、拠点避難所の取り組み状況についてお答えいたします。熊本地震などでは。 慣れない環境等で長期にわたる避難生活を強いられましてこれによって様々なストレスが生じております避難所における空調あるいはシャワー設備など避難生活の環境改善が課題と考えております長崎市としましてもその対策として避難者の健康面あるいは衛生面などに配慮した設備を備えた避難所を去年拠点避難所として位置づけましてこれを整備する必要があると考えております こうした考え方のもとに、平成28年度から拠点避難所の基本的な考え方の検討に着手しておりますが、考え方のベースとなる避難所指定基準そのものの見直しを行う必要が生じまして、平成29年度に再整理を行っています。これに合わせて、拠点避難所の基本的な考え方につきましても、 当初は小中学校の体育館を含めた考え方で進めておりましたけれども、教育現場の早期再開、あるいは室温環境などの理由から選定対象から外して検討する必要があるのではないか、またそれにより、20から30か所と想定していた設置数も増やす必要があるのではないかなど、改めて見直すとともに、関係方との協議や、候補となる施設の設備状況などを調査し、現在に至っております。 このような経緯を踏まえまして、現在、拠点避難所の必要数や配置の考え方、および避難生活に対応するために必要な空調、沢設備などの基本的な整備方針を固めつつある段階にあります。いずれにいたしましても、全国的に災害が頻発している昨今、拠点避難所の重要性は理解しておりますので、早期に整備できるよう取り組んでまいります。 まあの市民の方もあの待ち望んでおりますので、ぜひあのです、ね、一刻も早い整備をです、ね、あのしていただきたいと考える次第であります。まあ、そこで,です、ね、あの拠点避難所にも関係してまいると思うんですけれども、あの災害の備蓄品についてです、ね、お尋ねしたいと思います。まあ、現在はあの特定の場所からですね あ,のあ,るある一定、規模で集めたものを配布するという、まあ、仕組みにしておりますが、まあ、のそうではなくてです、ねえー、エリアごとに必要な避難物資を備蓄して、まあ、いざというときには、ある一定ですけれども、地域ごとにです、ね、物資の供給がなされるようにです,、ね、あのすべきだと、まあ、以前よりあの私は訴えておるんですけれども、まあ、この件について、市の見解をお聞かせください。 危機管理再質問にお答えいたします長崎市地域防災計画におきましては、えー、市が行う備蓄、食料、あるいは協定締結団体等からの調達、これは流通備蓄と申しますけれども、えー、それから市民の家庭内備蓄等により、必要な食料の確保、供給の安定を図ることを基本方針と定めております。 また、これまでにも東日本大震災、福間本地震などの教訓を踏まえまして、備蓄品の見直しを行ってまいりました。現在、長崎市の備蓄状況としましては、長崎大水害時の想定避難者、約3000人の2日分を備蓄しております。一方、長崎市は市長合併に伴い、北は外目地区から南は野崎地区まで、南北に長く面積も広くなったことから、 災害としても全域が発生するというよりも、局地的な災害が起きる頻度が高いと考えております。そのため、備蓄品の配置の考え方としまして、東西南北および中央エリアの施設で備蓄することにより、備蓄リスクを分散し、効率的に配送する計画で考えております。現在、北部エリアでは3カ所、南部エリアでは4カ所、東部エリアでは1カ所。 離島では高島、池島、西部エリアを含めた中心部エリアにおきましては、2カ所、合わせて12カ所にそれぞれ備蓄しております。しかしながら、議員ご指摘のとおり、収容スペースに応じて備蓄してきた経緯もありまして、現状としてはエリア人口を勘案したバランスの取れた分散備蓄とはなっていないため、今後、備蓄場所を、備蓄場所や保管する備蓄品目、 その数量など適切な備蓄の配置バランスとなるよう見直してまいりたいと考えております。以上でございます。19番長尾花文議員、<laughs> ありがとうございます。ぜひですね、あのよりあのまあ迅速性のある備蓄のまあ体制をですね、あの取っていただきたいと考える次第であります。マイス産業のまああの進行の推進についてですが。 あの琉球大学では、えー、あの下地先生という長崎の,あのマイスの,あの、まあ、審査員になっていただいた方ですけれどもツーリズムアカデミーというあの学べるプログラムを作っておりましたこれは実は社会人の方が対象なんですけれども、えー、特徴的なのがあの自治体とか観光協会 などの観光政策担当者の方が学ぶプログラム、また、えー、観光産業に従事している方がプログラム、分けておりまして、よりあのその実効性の高い、えー、観光ツーリズムのです、ね、学ぶプログラムが、しかもオンラインであの働きながら、多分ご自宅で学べるような環境になっているということなんですけれども、まあ、作られていた次第であります。 このようにです、ね、やっぱり先進の観光都市では、こういった人材育成に力を入れております。ぜひ長崎市においてもです、ね、このような取り組みを今後です、ね、強化をしていただきたいと考えております。あとはあ宿泊税のことでございますが、福岡市においては、今、話題になっておりますけれども、 えー、観光条例というのをです、ね、福岡市の観光条例というのを、えー、まず作りまして、観光の定義というんですか、でその上でまあ財源がなんで必要なのかという根拠をです、ね、明らかにした上えで、別条例でまあ宿泊税をまああの制定していくという取り組みをなされておりました。まあ、長崎市においいてもも先ほどど答弁がございましたけれども ぜひスケジュール感を持ってです、ね、少しでも早くこの取り組みがなされ、それが DM のみならずです、ね、長崎市の観光に資す,、ね、することで、市民の皆さんに還元できるような仕組み作りをぜひ作っていただきたいと考える次第であります。以上です次は